お疲れ様。プレイベントの準備進んでる？うんうん、いいね。バンドのみんなもかすみちゃんの提案で合同練習を始めたみたいだね。確か今日はロゼリアとアフターグローが合同練をするって言ってたかな。あの2バンド顔合わせの日にすでに衝突しそうになってたし、大丈夫かな。だから実力主義も大概にしろって言ってるんですけど。私はあなたたちの演奏を否定したいわけじゃないと言っているでしょ。何度言えば。まだ始まって10分も経ってないんですけど。もうラウンド3くらいまで行ってますね、あの喧嘩。どうしよう、止めないと。2人ともちょっと落ち着けって。今日は合同練習なんだから。こちらは落ち着いているわよ。あなたのところのボーカルの方こそもっと冷静に話を聞いてくれたらこんなことには。うちのランが悪いってことですか。あっちゃともちん、煽られると弱いからな。うちの音が一番です。誰が何と言おうと。技術だけにとらわれてるようじゃロックなんて。高い技術を持たないから技術を嫌っているようにしか聞こえないわよ。はい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 、そこまで。ユキナもランも一旦落ち着いて。サヨもトモエもだよ。すいません。確かに私たちとアフターグローは個性が全然違う。でもさ、それをいつまでもいがみ合っててもしょうがないじゃん。でも元はといえば。はい、そういうのもなし。どっちが言い出したとか言いっこなしにしないと。そもそもさ、私たちまだみんなに演奏聞かせたことなかったよね。つまり自己紹介すらまだってこと。確かにそれはそうね。私たちの音楽を聴いてもらうのが一番早いわね。先生、音は何よりも確かだからな。一曲頼みますよ。すごい。すごいとしか言えない。どうだったかしら、私たちの演奏は。めっちゃかっこいいっすね。ちょっと鳥肌立ったかもねえラン。まあ悪くはないかな。ランは最高でした。私泣いちゃいそうですって言ってます。ちょっとそんなこと言ってないし。ランは素直じゃないね。まあうちのユキナもそうだけど、案外うちら似た者同士かもね。別にそんなつもりは。お姉ちゃん、アコのドラムどうだった？ああ、最高だったよ。アコ、また腕を上げたんじゃないか。よくやったな。本当？ま、こんなのを我が両腕に宿りし音楽の神の力を持ってすれば。簡単だよ。そうだな。白金さんでしたっけ、いつもアコがお世話に。私リンリンはね、いつもアコを助けてくれるんだ。すごく頼りになるんだよ。へえ、そうなのか。いいメンバーに出会えてよかったじゃないか、アコ。あの人が宇田川さんのお姉さんなのね。はい、本当仲のいい姉妹なんですよ。いいなあ、私一人っ子なので兄弟って羨ましくって。トモエちゃんみたいなお姉さんがいたらな。お互いを尊重し合い高め合える関係性は理想的な姉妹の形かもしれないわね。私たちもあんな風になれたら。私たちは頂点を目指している。そのためにはどんな手段も。だから何度も言ってますけど、私たちの音楽が一番ですから。もうランテは何向きになってるの？ロ
ロゼリアの音楽はかっこよかったじゃん。だけど、うちはうち、よそはよそでしょ。そうだけど。なんか、やっぱり私たちのバンドって似てるね。そうですか？自分たちの音楽が一番だって誇りを持ってる。それは誰にも譲れないものってことでしょ。そういう信念っていうの、それを持って音楽をやってるところは一緒じゃない？譲れないからこそつい言い合ってしまうのかもしれませんね。まあ確かに、そういう人たちの存在ってお互いめっちゃ刺激になると思うんだよね。だから私この合同練習って結構いいんじゃないかなって思うんだ。うんうん、そうですよね。私もロゼリアの人たちにすっごく刺激を受けました。まあ刺激にはなったかな。でも黙ってロゼリアの演奏を聴いているだけじゃいられない。みんな、私たちも一曲やろう。オッケー。ミナトさん、今度は私たちの音しっかりと受け止めてくださいよ。望むところよ。うん、なんか私たちいい関係になれそうな気がする。まあ喧嘩はほどほどにしてほしいけどね。